皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回はファイナルファンタジー16のファミ通紹介をしていきたいと思います。待望のファイナルファンタジーシリーズの最新作です。プロデューサーはファイナルファンタジー14のプロデューサー兼ディレクターを務める吉田直樹さん。ディレクターはファイナルファンタジー14のアシスタントディレクターやラストレムナントのディレクターを務めた高井博さんが担当します。博さんですかね。本作のテーマはクリスタルの加護を断ち切るための物語です。続報は2021年を予定しています。マザークリスタルをめぐる大きな戦いに何が隠されているのでしょうか。人はクリスタルの加護がないと生きていけず、マザークリスタルをめぐる争いが行われようとしています。シバやタイタンといった召喚獣らしき姿もいます。おなじみのモルボルやチョコボも登場するようです。すでに公開されているトレーラーではバトルシーンも垣間見えます。詳しい情報はまだまだないんですよね。一つ言えるのはクリスタルの加護というので、人が生きているということと、それをめぐる争いが起きているってことだけですね。そんな感じで今回はこの辺で、ファイナルファンタジー16のファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、および SNS での拡散をよろしくお願いします。